暴走族のドラゴンってやっぱイメージあるんですよね。自分の都市はドラゴンって暴走族だったんですか？そうですね、もうあの完全にみんなこうドラゴンっていうか暴走族化されたとか、そういう感じですね。で、上の OB の方たちはあのなんていうか、そういうもうおっかねえ人たちっていうイメージなの自分の同級生とかはドラゴンって暴走族みたいな、OB の方もは未だにドラゴンでやばいんだよみたいな、あまあ、ドラゴンもドラゴンって言ったらドラゴンの人みたいな、どこでも一緒なのかなみたいな。結構横浜に喧嘩しに来てたからね。あれ多分横浜連合が集会やってるのを3、4回襲撃したことあると思う。なんか僕がまだ中学生かな中の時にあのトラックかなんかで突っ込んできたみたいになって、あ、はいはいはい、ありまして、自分、まあ、聞いただけの話なんですけど、はい、ドラゴンってそういう感じで来るよみたいなこと聞いてたんで多分あの1回は仏谷バイパスのとこで、はい、多分最初はね、横浜連合と一緒におるあの横浜ドラゴンの話はね、5台ぐらいで一緒に走ってたんだけど、はい、なんか突然やられちゃったっつうんだよね、一、はい、人が。そしたらその大軍団がバーって過ぎた後にそいつが残されてやられちゃったって、こんな血だらけになってやられちゃったって、浜連との中で言い合いになって、走ってたら、はい、その喧嘩になっちゃったって。走ってる最中に、ほんで喧嘩になったら、はい、5、6人にやられちゃったっていうことで、はい、ね、大集団が向こう行って戻ってきたんだまた、はいはい、そしたら俺ら5人でみんなで鉄パイプ持って待って、来たら中間にその先頭の人間5人で一斉にこう襲ったんだ。そしたらあの百何十台のバイクが将棋倒しみたいにーって全部倒れちゃって、でみんな走って逃げちゃってさ、でバイク2台燃えたのかな。あ、そうなんですか。倒れたあれによって多分火花が散って、はいはい、タンクが引火して燃えちゃったんだよね。その時に多分ね、うちでだけで30台ぐらいバイクも持って帰ったんじゃないかな。そうなんですか。それを聞きつけたその地元のこれも、はい、なんかこう、あ、それうちの後輩のバイクですけど返してもらっていいですかみたいな感じでみんな取りに来てみんな売っちゃったみたいな。そうですね。あ、そうなんですか。横浜の方だからやっぱすごい有名です。寒くないですか、なんか。あ、僕はさっきなんかちょっと朝から。あ、もう全然、全然なるほどね。全然じゃないです。インタビューしてた時にちょっと寒くないんだった。そういえばさっきなんか汗かいてたよね。本当ですか。はい、あの、覇気を感じたかもしれない。佐々木さんの覇気佐々木さんの覇気が感じました。いや俺の覇気でこのクーラーでお腹気もなくなっちゃったよ。寒くなっちゃって。刑務所って不思議なところで仲良くなって、ね、お互いがその下の名前呼び合ってるうちにある日突然仲悪くなる時もある。あ、そうなんですか。あの、ほんと刑務所の中って独特なもんでさ、あの、なんですかね、この刑務所ヤクザっていうのもいるのよ。あ、刑務所の中だけで。刑務所の中だけでヤクザなんだよ。でもそれは何でかっていうと、そのほら刑務所歴が長くなると、はい、いろんなヤクザの人と接していろんな情報が入るのよ、はい、そうすると彼は自分がヤクザになった気分で俺はどこどこ属してるって。でも聞くと嘘じゃないね、全部本当のことを人から聞いて自分で言ってるから。でもいざシャバに出てその同じ地元のところに、ああ、そういうこと一緒だったんだって言うと、え、誰ですかってそうになっちゃうね。それを懲役ヤクザって言うんだよね。野球に詳しいんですよね、人のこと。そうそうそう、もう中で本当になんだ、本当の情報を得て言ってるから誰も偽物だと思わないのよ。ですよね。あとはなんだろう、この中だとみんなこうなんかなんだろう、この刑務所ってこう なんだろうね、誰でも喧嘩できるから、その要するにこの野郎って言った瞬間にもう親父が来て連れてかれちゃうから、だからなんだろうな、こうがっちり殴り合うっていうこともないから、中ではイケイケの野郎がまた出てくるんだよね。あ、知らないですよね、中だけ。外のこととかを知ったらそれはできないですよね。外出てきたら。いや、イケイケっていうか、要するにこうこの野郎って大声出した瞬間に親父連中がすっ飛んでくるから、だから誰でも 誰に対してもどんでもできるんだよ。はったりで通用する世界なんだよ、刑務所で。でも刑期が長いとずっとはったりでいろんな工場やってるとめくれてきて最終的にいじめられちゃうんだよね。結局やっぱ嘘つきはめくれるんだよね。そうです。嘘ついてまでそこ自分をこう背伸びする人はない、ね、そうなんです、まあ、
刑務所じゃなくてもですよね。そうですそうです。何してもらって今回もだから月方で同じ方だった人も横浜のヤクザっつっていろんな話してんで、地元の人間とも仲良かったし、でしゃばせたらみんなに本差し入れるとかみんなに手紙を起こすって言ったけど、手紙も来ないし差し入れも誰も来てないって言うから、なんだあいつはって、でしゃばせて聞いてってもそんな名前の人自体いないいないんですよね。いっぱいいるから刑務所だから。一番俺が受けたのは、俺がこう網走刑務所に入って、はい、まずみんな侵入訓練っていうのとこ行くんですよ。これから刑務所はこういうルールですよ、こういうふうに勤めた方がいいですよってこう教育してくれる係が3人いるんですよ、はい、その侵入訓練で、まあ、俺がドラゴンの佐々木っていうのを知って、はい、でそれで俺が水上行ったんですよ。で水上行ってその俺の次に入ってきた侵入のがまた水上に入ってきて、あれドラゴン佐々木さんですよねって、おーはいって言ったら、いや同じ同期で一緒に入った刑務所に入った同じ日に入った人間が、いや葛西のドラゴンで、うちのドラゴン佐々木さんが先に入ってるんだって言ってます、なんていう名前って言っても全然わからないんだよ。中国人なんだけどわからない。そんでそのドラゴンって名乗ったやつが、はい、たまたま洗濯工場行ったんだ、はい、そしたらその網走は水上と洗濯工場は運動一緒なのよ。だからその水上に入ってきたやつにドイツが言ってるんだったら、あの人だって言ったら、はい、見たこともない聞いたこともないやつなんだ。でも運動一緒だから呼びつけたの。それは中国語で俺に頼んできたんだ、俺が嘘言ってたって言わないでくれって言ってさそういうのもあるんですよね。結構刑務所って漫画ですよ。あって結構横浜連合だったりとか、横浜連合って一つじゃないでしょ、はい、いろんなチームが集まって横浜連合じゃないの。そうですそうです。そうだよね。でも横浜、神奈川の方って、ね、横浜連合っていうところもあれば稲鶴連合とか。あ、そんなのもあるんだ。いっぱいあるんですよ横浜って。あ、そうなんだ。横浜だけで横浜連合だけじゃなくて、俺あの横浜全体がみんな横浜連合だと思って。違います。違うんだね。もちろんそう思ってました。そうでしょ。違うんですよ横浜連合。横浜ってあの暴走族めちゃくちゃチームが多くて、横浜連合っていうのが有名じゃないですか。で、みなずる連合って鶴見とか。それでも初めて聞くね、みなずる連合って初めて聞く。みなずる連合って鶴見とか、鈴木とか、広北の方のチームだったりとか、あと、まあ、そこそあの港町横浜暴走区連隊っていう。あ、それも初めて聞く。それとかは、まあ、横浜でドラゴンの方が所属してる連合とかなんですかね。あ、そうなんだ。そうなんです。何個くらいあるの？横浜の連合でも全体的に横浜同士は仲いいんでしょ。仲いい、いや、今は仲いいんですけど、当時はやっぱ暴走の時みんな喧嘩してた。どこどこの連合とどこどこ連合は仲悪いとかありましたね。なんかよくこう横浜連合と川崎は仲悪いってよく聞いてる。あ、それはなんか昔から言われてますよね。今はどうなの？今は暴走族自体がないか、ね、ないんですけど、今はこうやっぱつながりはあったりとかして、まあ、旧社会だったりとかで仲はいいんじゃないかなと思う。まあ、旧社会は昔の暴走族みたいな。あ、お茶で大丈夫ですか？あ、お茶で大丈夫ですか？みんな会って喧嘩になるってことないからね。今は入ったもんですよね。僕も旧社会とかには参加してるわけじゃないんで、バイク持ってないんで。売りましょうか、僕も。いくらぐらいですか？いや、逆にいくらで買ってくれますか？いや、GS 高いですからね。佐々木さんのはもう、佐々木さんが乗ってたっていうだけで金額がバンと上がりそうですよ。そろそろ旧社会卒業しようかなと思って。あ、そうなんですか？マジですか？ほら、最近危ないじゃん。もうこっちの方もうるさいからね最近。あ、引退ですか？引退、俺に引退って言葉はないな。あ、じゃあ乗り続けるわけですね。乗り続けるかどうか。俺でも今年2回しかツーリング行ってないじゃん。天気とかのせいじゃないですか？ん、天候が。天、あ、ほら、今週の日曜日もツーリングじゃん。雨ですよ。みんなやるみたいだけど。佐々木さんのあのバイクが、まあ、動画で拝見させていただいて、ハス切りのマフラーのですよね。はいはい、そうですそうです。で、駐車場でなんか、まあ、ちょっとなんか乗ってる動画見たんですけど、広い駐車場で、はいはいはい、で佐々木さんの音めちゃくちゃでかいですよね。いい、直感するとね。まあ直感でもなんかいい音してるなと思ってたんですよね。なんか GS の中でナッチュマフラーが俺なこの間教えてもらったんだよね。なんだっけ、なんとかいうマフラーなんだよね。あ、なんかバービー
え、あ、マービンですか。マービン、わかんないな。違うな、そんな名前じゃなかったな。あれ、ここですね、あのちょっと赤じゃないですか。そうです、そうです。結構で、音結構薄いなみたいな。結構いろんな、自分の動画でザリとかいろんな GS とかも出してるんですけど、いい音してるなっていう。でも俺吹かさないでしょ。まあ、吹かして、まあ吹かしていればなかったんですけど、もうあの吹かせないのよ。ああコール難しいですよね。いや、コール切れないの俺は、はい、切ったことないもんね。でも最近なんかマスターちょっとしてやってましたよね。これワンパターンの1個だけね、はい、佐々木さんが、でも佐々木さんのバイクで佐々木さん がコールしてみたみたいなのがあって、結構バーンっていきそうですけどね。この間でもシンガシンの人に、シンガシンの友人にコールを教えてもらったけど、あれから練習してないもんね。あの時トラブっちゃったんですよね、なんかオイル漏れだからな。そう、ふかしてたら、はい、液だれしちゃってなんか。いやでも友一が言うには、いや佐々木さん、自分が1日教えればプロ並みにできるようになりますよって言ってたけど。いや、バイクはやっぱ喧嘩じゃなくて楽しく走った方がいいね。まあそうですね。今だから言えるけど、若い時はそうじゃなかった。若い時喧嘩が楽しかったからね。あ、確かにそうですね。神奈川はバイク走ったりとか結構メインですね。暴走で走ったりとか。都内の僕の世代、僕の方だとやっぱ都内って行くと、やっぱさっき言ったように、なんか喧嘩をするチームなんじゃないっていうやっぱイメージがありましたね。集会よりかは。都内とかどこ走んのかなって思ってたんですよ。まあ、こういろ警察、いや警察がすごいって、あもう警察が、いやいや、もう周回のたんびに外が柔軟だよ。そうそう、だから警察が熱い気にしたんで、都内の方って。だから走れるとこどこ走ってたのかなって。逆に都内で走ると警察との戦いでもあるですよね。必ず柔軟台来るからね。ですよね。柔軟台はさすが、うち横浜の方とかで来ても3台とかで、こうバーッと気持ちして遊んでとかで終わりなんですけど、あんま遅くなると攻撃が突っ込んでくるからね。都内は楽しかったけどね。そうですね、やっぱ走るのは楽しかった。